おい、ソフトバンク、孫正義、ちょっとこやおら、お前何がお前ペイペイドームだバカ野郎、ふざけんなよお前。お前誰がお前そんな恥ずかしい名前球場に行くと思ってんだよバカ野郎。お前俺らフォークスファン舐めてんだろお前、土下座しろ。お前らな、ヤフオクドームっていう名前でも俺らフォークスファンは我慢してたんだぞ。もうペイペイドームとかお前完全に下ネタじゃねえかバカ野郎。いいか、タイタイドームに改名しろ。いいか、今世界中でな、大麻、嗜好用のマリファナが合法化されてんだよ。いいか、ソフトバンク、お前ら日本を代表する企業なんだろ。な、俺らホークスファンをもう少し安心させる名前にしてくれよ。お前ら知らねえと思うけどさ、大麻っていうのはさ、日本においてものすごい長い歴史を持ってるんだぜ。ドラッグとしてではなくて、服だったりな、釣り糸にだって大麻を使ってたんだぜ我々日本人は。いいか、ペイペイだかパイパイだか知んないけどさ、そんな名前やめろ。タイタイドーム、これに決まりだ。いいな、孫正義、反省して俺に電話してこい。クッシュー。チャンネル登録してね、チャンネル登録してね。